よーしよーし。あら、はじめまして。私の名前は黒曜ニグラス。ありがとうね。いつも去年もくれたよね。ありがとう。あ、覚えてるよ、もちろん。ありがとうね。ありがとう。チョコありえんほどもらってしまった。嬉しいな。あ、おいおい、異物混じってん。いらねえよそんなもん。一応もらっとくね。あ、みんなこんばんは。あ、こんばんちょ、こんばんはみんな。あ、ちょ、おいおい、なんだお前。いらねえ。いら、あ、ありがとう。あ、君のはいるよ。ありがとうね、ありがとうね。ちょっと今からくれる人、ちょっと一瞬ちょっと挨拶しながらになるから、ちょっと違うこと喋るけど気にしないで、今配信中なんでごめんね。ちょっと待ってね。意外だな、君がくれるとは思わなかった。ありがとうね。これでいいから。オッケーオッケー、イエーイ、ありがとう。おい、異物混じんじゃねえ、ペッ。あ、皆さんこんばんは。可愛い女の子かと思った。あ、ありがとう、チョコレート、ありがとうね。ありがとう、うん、大事に食べる、ありがとう。可愛い女の子かと思った。じゃじゃん、青くんでした。ホロライブデバイスリグロスの、あ、ありがとう姫ちゃん、ありがとうね。あ、そう、ホロライブデバイスリグロスのボイス担当ひよどし青です。今日はバレンタイン、あー、ごめん、ありがとうね、嬉しい、本当にありがとう。バレンタインのチョコレートいっぱいくれる人がいるって聞いて、あー、ありがとうね、うぃー、ありがとう。青くんチョコ受け取って、これからもよろしくね。うるせえ化け物、黙れカメムシが、ペッ。嘘だよ、ありがとうね。じゃあ僕がずっと君の王子様なら、君は僕のずっとお姫様だね。ありがとう。お、今大事な話してんだお前、どけ、汚いのやめろ、やめて。虹色だったら許されると思わないで。あ、ビバレね、青くん大好きで、ありがとう。初めて直で屋号さんに会った時、僕みんなでリグロスみんなで会った時に並んで座ってたんだけど、なぜか僕屋号さんの対面に僕だけ座っちゃって、なんかすごい気まずくて、なんかね、どうしたもんか分かんないけどね、とりあえず目を見つめてみたらね、ニコって返してくれてね、あ、これがアイドルなんだって思ったんだ。だから僕はこれから目が合った人に対したらニコって笑うようにしようと思ってる。教えてくれてありがとう屋号さん、ニコありがとう。青くんの優しいところとかっこいいところと面白いところ全部好きです。チョコもらってください。ありがとう。もうそういうね、人のね、長所を見つけられる時点で君もすっごい心が綺麗で優しい人だと思ってる。ありがとう。おい、汚いのやめろって。汚いよ。はい。あ、オンリーワンのお姫様に囲まれて嬉しい。今さ、大事な話してる時になんで絶対前が入ってくるお前。ピッ。ありがとうね。なんか、ああ、ひょっとこくん。こうやってひょっとこくんが化け物になる流れを見てしまったよ。怖いね。うわやめてやめてやめてよ。バンバカバカバンバン、ちょっとバグが起きてる、やめて。化け物どもが、異変だ、引き返そっと。アース製薬が青くんチョコをもらってくださいタグ使ってたよ、マジ。おい、あー、これはチョコじゃない、チョコじゃない、チョコじゃない、これペッ。もう少し遊べると思ったのですが、あなたでは私の遊び相手にすらなれないのですね。あ、もう行っていいですよ。あなたの代わりなんていくらでもいますので、さようなら、ゴミクズさん。